バンです。西君です。ということで今回はまた脱ぎましたか。はい、久しぶりですね。脱いでやるのは今回は大胸筋の4分間トレーニングプラス二の腕やっていきたいと思います、はい、まず1種目目ワイドプッシュアップです。はい、もうプッシュアップなんですけれども、これ確認です。しっかりと肩幅よりも広くスタンスを取ってあげながら、で手の置くポジションは胸のトップラインに置いてあげてください、はい、そこからしっかりと腰を反らないようにしながら、はい、まっすぐ体を落としていきましょう。2種目目ダイヤモンドプッシュアップです、はい、のさっきと違って手の幅がぐんと狭くなってますし、ダイヤモンドのこちらですね、三角形の力を信じながら、三角形の力を信じながら二の腕にしっかり効かせていきたいと思います、はい、ということで今回寒いですけど頑張りましょう。寒いですけど頑張っていきたいと思いますので、はい、早速皆さんは服を着ながらやってくださいね。はい、行きましょう。どうぞ。はい、それでは4分間トレーニング始めていきたいと思います。タイマースタート。じゃあワイドプッシュアップです。しっかりと肩幅よりも広くスタンスを取りながら、まず20秒間ですね、今日行っていきたいと思います。行きましょう。どうぞ。で、目線はもう床を見ながら行いましょう。あー、きつい。大丈夫、溜まってるけど大丈夫これ。きついなぁ。三角形の力を信じてやりますね。で、手のポジション、顔の真下。急にペース上がったわ。まあ言ってもね、貧弱ですよね。プッシュアップで皆さん多分こう20秒10秒とまた違った感じで効いてくると思う。きっとブクブクしてきた。今回喋れないかも。ボリューム大きめで。5、セットゴー。うわー、やべー。最初のペース。3、2、1。これ、動画として成立してないかもしれないですけど、皆さん頑張ってください。すいません。あかん、やばいな。フェイズしても。おい、頑張ろう。マインドはね。
タイマー completed。 はい、こちらで4分間トレーニング終了となります。この度は誠に申し訳ございませんでした。ということで、はい、4分間、大胸筋、二の腕、プッシュアップ4分間ダメですね。全然できないですね。はい、これ僕らこれね、定期的にやった方がいいかもしれないです。僕らもこれやります。これ教えるとかじゃないです、うん、僕らと一緒にやりませんかっていう、そう、週1企画でこのワイドとこれちょっと定期的っていうか週1やりませんか。あ、で、まあ定期的に脱ぐと僕らの、いや、脱ぐかどうかいやもう痛い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 、すごい効いてる。これがちょっと1年後にはめっちゃかっこよくできてるっていうのが目標で、だ今日初めてじゃないですか。そうですね。だからこれまだ1月の末なんで撮影が、はい、だから今年の12月にはめっちゃできてる。できるんですか。それを目標に頑張ります。わ、はい、かりました。はい、で、途中で僕も膝をつきました。はい、つきます。女性の方は膝をつきながらやってみていただいて結構です。女性の方はね、男性でもね、男性でも、男性も OK です。追い込みたい時は、はい、とりあえず肘の曲げ伸ばしが重要だと思うので、うん、そうですね、この三角のやつはね。でもちろんこのプーパイドプッシュアップもそうじゃないですか、うん、だからまずやってあげることがすごい大事だなと気づきました、はい、今日は。はい、ということでね、4分間なんか勢いよく脱いだ割にはオープニングが寒い寒い言いながら、そうですね、それがまずダメだと、はい、オープニングからうわーという感じでやらないと、なんすかそれということで頑張っていきたいと思いますので、皆さんはぜひどうでしたかね、4分間頑張ってほしいなというふうに思っております。もう寒いから今日これで終わろうかも。そうですね、はい、行きましょう。もう服着るわ、はい、すいませんね。まあ Twitter、Instagram、Facebook の方もフォローよろしくお願いいたします。ということでチャンネル登録の方もね、はい、よろしくお願いいたします。服着よ、服着よ、行きましょう。服着よ、服着て次回はお届けしますので、またよろしくお願いします。それではさようなら。